戸塚道路戸塚道路は神奈川県横浜市戸塚区柏シ町から道区戸塚町に至る国道1号のバイパスである。現在は道路の通称が付けられていない。建設の経緯からワンマン道路とも呼ばれる。並行する国道1号旧道や藤沢バイパスに至る区間などについても述べる。戸塚道路は1953年に第4次。 吉田内閣のもとに建設決定となる。この道路は、戸塚道路として1955年2月1日に開通し、1959年10月28日に横浜新道へ編入され、この区間の召喚が終わった1964年12月16日に無料開放された。なお、大阪上から吹上交差点間は、戸塚道路建設に合わせて、 再整備した道路であり、戸塚道路ではない。もともとは、東京五天場間の弾丸道路の一部として計画していたが、大磯に指定を構えていた、当時の首相、吉田茂が東京に向かう際に、国道1号と東海道本線が交差する、戸塚駅の北側にある、戸塚を踏切の渋滞に号を煮やし建設を指示したという逸話があり、吉田のニックネーム、ワンマン最初から、 ワンマン道路あるいはワンマンバイパスという異名を取った。この戸塚を踏切は平日の朝を中心に踏切が開かない、開かずの踏切であったが2015年3月にアンダーアッパスができて踏切は廃止された。戸塚道路と並行する国道1号9道で横浜市都市計画道路3.47号、柏戸塚線の指定を受けた道路である。 この道路は、江戸時代の東海道とほぼ同じ工程である。戸塚大踏切午前6から9時、午後4から9時、車両通行止めとなっていた、戸塚湖線京東海道本線等の鉄道線を越える、戸塚道路の橋である。坂本橋横浜新道戸塚終点に近接する、横浜新道を越える戸塚道路上り線の、小道橋である。原宿トンネル、 神奈川県内でも混雑が激しい原宿交差点の混雑緩和を目的に建設されたトンネル。平日24時間交通量佐 ABC 佐藤健太郎 2015P99ABC 佐藤健太郎 2015P100 同年3月7日、建設省国時代162号1級国道1号線の改築工事の終了区間。 ハット ABJH 日本道路公団日本道路公団年報2003年 ABC1956 年10月1日道路公団広告第5号戸塚道路料金徴収時間変更広告同年1月22日建設省告示第45号一級国道1号線に かかる道路整備特別措置法の規定により改築した区間について徴収する料金の否定及び料金徴収期間を定める県同年10月22日日本道路公団広告第28号横浜新道料金徴収広告同年12月14日日本道路公団広告第47号横浜新道料金徴収広告戸塚駅前地区中央都地区各整理事業開かずの 戸塚大踏切解消へ、戸塚アンダーパスが、ついに開通戸塚、大踏切で機械通記念式典を実施し、一般供養を開始しました。佐藤健太郎2015、ピアニッシモ、9798、佐藤健太郎2015、P00、AB 佐藤健太郎2015、P98、横浜市会一般国道1号、不動坂交差点改良事業の見直しについて、 国道1号不動坂工区、神奈川県指定文化財増田家の餅ちの木街道を見守って300年、増田家の餅ちの木神奈川県教育委員会説明版。ありがとうございます。